はい、皆さん、こんばんは。あ、お疲れ様です。定ー放送、哲夫です。どうも。はい。今日は久しぶりに、軽貨物の話をします。はい、えー。軽貨物はですね、まあ、何ヶ月かやってきました。6、7、8、9、10。はい。5ヶ月ぐらいやりました。<laughs> で、仕事を辞めてからですね、えー、と僕、ローリー乗ってたんですけど、えー、とローリーの運転手を辞めて、 それで、あの、軽貨物の仕事に割りかし特化した、あの、働き方をしましてですね、えっ、ー、と、たくさん稼いでベンツを買おうかなと思ってたんですけど、えっ、ー、と、どうやらベンツは買えません。はい。残念でした。はい。まあ、ここで話終わっちゃうんですけど、あの、軽貨物の仕事は、えっ、ー、と、結論、儲からなかったっす。はい。あの、結構、僕、あの、仕事は割りかし嫌いではないので、 ローリーの仕事を、えー、大体1日15時間ぐらいやって、月の休み2日みたいな働き方でローリー乗ってたんですけど、えー、そのぐらいやれば、あのー、経過物も,もっと稼げるんじゃないかなっていう考えで、えっ、ー、と、一応やり始めたというか、あのー、割と経過物に、えっ、ー、と、コミットした働き方を今までしてきたんですけども、えっ、ー、と、で、そこで今までやった結論が、えっ、ー、と、そうでもないなと。 うん、あの同じぐらい働いてます、今も。はいまだ終わってないんですけど、働いてますが、えっと結論、同じぐらいでした。はい、えっとまあ、今からあの細かいあの内訳は言いますが、まずあの項目ごとにあの以前、玄モスの始め方みたいなので、項目ごとに分けてあのご紹介したので、今回もうダメだった理由を項目ごとにえっとお話ししたいと思います。はい えっとまずはあのフランチャイズ。あ、えっと、そっか、順番でいくと、うん、ギグエコノミーを先に言いましょうか。はい。まあ、全部、あの、ダメなんですけどね。はい。えっと、ギグエコノミーで、えっと、経営貨物運送の、えっと、仕事をして稼ぐ。はい。これが、うんと、稼げない理由。はい。これをお話しします。ギグエコノミーっていうのは、 まあ会社名を僕もあの、この動画で何度も出しちゃってるんですが、一応ここでは、えっと仮に P 社、えー、H 社、あとは AF 社、はい、もう AF って言えばもうすぐにあれしかないんですけどね、はい。あの、ね、あ,あれです、あの、不満が続出している、はい、あれです。 まあ僕もあのアマゾンで荷物頼むことはたくさんあるんですが、アマゾンって言っちゃってますけどね、はい、あの僕のうちはえと一応あの東京都内ではないので、あのそういう人たちは来ないですね、あの多分どっか山とかどっかからえと業務委託を受けた会社のえと多分軽バンの個人事業主の方なのかなと思うんですけど、そういう人がうちには来ますね。はい なので、まあ、割と,、えー、とトラブルは今のところないですね。頼んだ荷物が届かないとか、はい、そういうことは、えー、と僕のところは、僕の地住んでいる地域は、えー、とありませんね。なんとかパートナーというか、a m アマゾン。 AF 社の,あの個人企業主の競馬の人は、まあ、やっぱりあの玉石混交というかあの、いい人もいれば悪い人もいるので、はい、やっぱトラブルも多いみたいで、まあ、そこは別に今、今回論じるところではないんですけど、稼げないという点を、えっと、お話しします。ギーグエコノミー,、えー、仮に P 社、H 社、はい、こういう、えー、携帯、えー、スマートフォンのマッチングアプリで仕事をもらうパターンですね。はい、これは何しろ当選しません。 もうはっきり言っちゃいますけど、まあ、取れないですね、仕事が。全然取れないです。はい。僕もたい打率1割ぐらいです。で、まあ、うーん、本当に頑張ってる人で打率2割、3割の人いるのかなと思いますね。フッキーさんなんかどうなんでしょうね。はい。もしこれ見てたら、あのコメントいただけると嬉しいんですけど、えー、P 社なんかエントリーしてどのぐらい取れますか僕は打率1割ぐらいです。はい。まあ、フッキーさんなんかは、 P 社の人とも、えー、と仲良しでしょうしあの僕もあの P 社の電話面談の時に、えー、と何で P 社を選ばれましたかみたいなことであの向こうから「フッキーさんの動画ですか?」って言われたぐらいあのフッキーさんは有名人っていうんですかその業界ではあの名のとった人みたいなので。 そういう人でどんぐらいの打率なのかなっていうのを知りたいんですけど、まあとにかくこれから始めようという人は、えっと仕事が取れないです。これだけは、えっと完全にもうあの覚えておいた方がいいです。P 社の仕事、あのマッチングアプリ開くともうズラズラズラっとたくさん出てきますし、これはもう何でもエントリーしてれば1個や2個取れるだろうって思うのは甘いです。はい。100%僕断言します。これは甘いです。全然取れません。はい。 もうお客さんに、まあ、これ言っていいのか分からないですけど聞くと大体どのぐらいレントリー来ますかみたいな聞くとああもう20も30も,もうたくさん来るよもっと来るときもあるしみたいな、はい、本当に運転手の量と,、えー、と仕事の量が本当にものすごく開きがありまして1個の案件に何十人もあのエントリーしますので基本的には本当に取れないですね。 はい、でこれは本当にバンバン取れればこれだけで、えー、と飯食っていけるんですが、うん、とにかく取れないので、えー、とギグエコノミーで、えー、個人企業主として経貨物の仕事をやるのはおすすめしません、はい、もし、えー、とそれだけを当てにしてやるんだったら、えー、失敗すると思います、はい、であのギグエコノミーでもその AF 社はいですねまあそれはオファーが出てれば、えー、とエントリーしてと通ることは可能なんですけども えー、仮に8時間とか、そういうオファーを取ったとしても、えーまあ、なんていうんですか、1万7千円とか1万8千円とか、本当に12時間やっても2万円とか、まあ、月にフルコミットしてやったとしても、えー、と40万とかの売り上げなんですよ。40万の売り上げで経費差し引いたら30万なんですよ、手取りが。それって稼げるよとは言えないと思います、額としては。はい なので、えーと、ギグエコノミーだけにコミットしてやるのは、えー、と危険だと思いますね。はい。次にフランチャイズのパターンをお話しします。えっ、ー、と、フランチャイズは僕も所属していましたし、えっ、ー、と、今はもうフランチャイズ的な会社に所属して仕事をもらっています。えっ、ー、と、昼からの配送、えっ、ー、と、酒屋の配送を僕やってるんですが、それは、えっ、ー、と、一応、フランチャイズ的な会社に所属して仕事をもらってやってるんですが、このフランチャイズでやると失敗する理由を今からお話しします。が、ちょっと、 飲みたいいと思いますはい失礼しましたフランチャイズはなぜかというとあなぜ失敗するかというと単価が安いですはいもうこれにつきますやっぱりお客さんからですねあの2万円なり1万8000円なりで降りてきた案件が運転手の元に来る頃には、えっと、1万5000円1万4000円 1>, 1万2000円、1万円、はい、こういうあの、だんだんとこう単価が安くなって、そのフランチャイズと会社がいくら抜くかにもよるっちゃあよるんですが、なかなかシビアですね、その20%なら20%、15%なら15%抜かれるとなかなか儲からないです。はいそして フランチャイズに所属してお仕事をもらうっていうのは、やっぱ営業する手間がないので、そのぐらいの額は当然払うべきものだろうっていう考えもあると思います。ただ、えー、とそれとは別にですね、それで生活していこうと思ったら、えーと、必要額っていうのが個人個人あると思います。で、単価のいい仕事、おいしい仕事っていうのは、えー、フランチャイズ、各フランチャイズ、多分あると思います。はい。 えー、僕が所属しているところ前、前に所属していたところ、お話聞きに行っただけのところ、いろいろありますが、えーあのー、割のいい仕事っていうのは確実に存在します。ただ、それはやっぱり長くやってる運転手さんとか、まあ、どういう関係か分かりませんかけど、その時たまたまタイミングがあった人とか、それがやって手放しません。はい。 もう絶対手放さないので、そういう仕事がえ、たまたま自分のところに回ってきたらラッキーなんですけど、基本的にそんなパターンはほぼ稀ですので、えー、ないと思ってください。で、回ってくる仕事といったら、まあ、ひどい仕事ばかりです。これ、本当にフランチャイズの人、あの、必死に営業頑張って仕事を取ってきた人には、申し訳ないなっていう気持ちも僕の中にあるんですけどで、僕も営業やったことありますし、本当に悪い、申し訳ないなと思うんですけど、 貸す仕事ばっかりですね <laughs> あのひどい大変な割にお金が安くて締め付けがきついみたいなそんな仕事ばっかり回ってきますはいなのでこれは割に合わないですまあ人によってはやっぱり体使って働くのが好きだっていう人もいたりもしますし何とも言えないんですけどえまあ僕がやった仕事1個紹介するとえっとある EC サイトのえっと宅配ですねはいそれはあの現金 うん払いもあるので、それはそっちの委託元の会社が用意するんじゃなくて、こっちで現金、お釣りを用意して、そこでやり取りして、最終的に会社に帰ったら、生産するみたいな、えー、そういうところまでやるところでしたね。BOYG、えー、ーーーサイト、えーとえー、家電量販店の、って言えば分かりますか、はい <laughs> えー、当日頼んで、当日届くみたいな、そういうやつもやりました。はい えと非常に大変ですね。まあ宅配で僕はあの藤沢の方のエリアだったんですが、藤沢の方はまだ9番地のところが結構たくさんありましてですね、もう9番地でなんとかの2850いくつみたいなそういう住所が普通に出てきますので、もう一体どこだかわかんないっていうのもありますし、まあ、非常に大変でした。それで えと大体その宅配が4時間ぐらいあって5000円だったんですけどそこから18%の手数料がフランチャイズに引かれますのでまあやってらんないっちゃやってらんないですね。で件数は20件ぐらいですね。はい。なので終わりに合わないことこの上ないっていう仕事でした。はい。なので、えー、それは儲からない。えー、それも45時間ありましてでその前にも僕別で仕事やってたんですけど。 まあそれはフランチャイズとは関係ないトラックの仕事だったんで,でその前の仕事もフランチャイズで例えばもらったとしてもそれはそれでまた別に手数料引かれますあのえ1つやろうが2つやろうが、えー、と手数料が20%ではなくその仕事に対して20%こっちの仕事はまた20%、はい、引かれますので大体、えー、いい本当に 1>, 1日の稼ぎ2万いったらいい方なんじゃないかぐらいの、はい、こっちは1万円で、こっちは5000円でみたいな、そこから18%ずつ取られるっていうのが、えー、フランチャイズの基本的なシステムになってますね。はい、あとはフランチャイズでよくあるのは、宅配の仕事で1個150円ですよみたいな、えー、100個配って100あ1万5000円ですよみたいな、えー、そういうフランチャイズはたくさんありますね。はい、それは、えー、と儲かんないのはうんと、ちょっと計算すればわかると思います。 1> 1日に100件素人が配れますかはいいそういうことですね、はい、でもう会社の説明なんか行くともうあのベテランさんなんかあの150とか200配っちゃうんですよねみたいなことを平気で向こう言うんですけど1日200個の荷物を配るっていうのはどういうことかってちょっと考えれば、あのー、分かると思うんですけど本当に、あのー、佐川急便に10年勤めてエースでしたみたいなそういう人は200個配れますよ確かに。 はい、でも、普通の人が急に、K、バン買って始めて、えー、と200個配れるかといえばこれは不可能です、はい、僕断言しますあもう不可能だと思います朝8時から夜の10時までやって200個は絶対配れません、はい、なので1日3万円はもらえません、はい、基本100ぐらいあの最初始めてだいたい朝から晩までやってうんと配れるのは80ぐらいだと思いますはい でまあ、100配れてもあの不在の場合はお金もらえませんので、えー、っと <laughs> ちゃんとお客さんに渡ったもしくはポスト投函したっていうちゃんと配ったのが100個ですそれで1個150円です不在はお金にカウントされません、はい、非常にシビアな世界です大変なだけ大変でそんなにお金はもらえないという印象です僕は、はい、ただ宅配が得意で好きであの 配っっててれば面白いよっていよう人あの、まあ、僕もその感覚分かんなくないんですよ。あのもう本当に80個も90個も配っていると本当にゲーム感覚になってきてあのもうすぐクリアだみたいなそういうあの感覚に確かになりはします。あのちょっとあの変なテンションになって面白くはなってくるんですが普通の人にはまず無理じゃないかなと100個配ったらもうクタクタです。 はい、あ,んあんまりあのじゃあ150個配って頑張って200個配ればいくらになって月何十万になるっていうあの川山用はしない方がいいと思いますはいえー、と動画は長くなってしまいましたのでここら辺で1回区切りたいと思いますはいえー、と次はですねえっ、ー、と時間受けとか、えー、とそう複合型みたいな働き方であとは僕がいくら稼いだかお話ししたいなとはいこのように思います久しぶりの軽貨物の話題でしたご視聴ありがとうございました 低山放送鉄道です。ありがとうございます。ごきげんよう